水戸ホリホーク対鹿島アントラーズの茨城サッカーフェスティバル、まずは開始6分のシーンということになります。ここで荒木のシュート、キーパーのセーブ、まあ、さらには知念のシュートもこのキーパー山口のセーブです。まあ、この辺ね、個人技を使ってシュートまで持っていってましたけどね、今思うとここでしっかりと決めておけばっていうところでしたよね、鹿島としてはね。まあ、山坂君の入りは良かったという話はされていました、はい、そうですね。まあ、そういった中でこの26分のシーンということになります。まあ、この位置にいた左サイドバックの大崎からのボール、これを受けて武田が見事に決めていきました。これが先制点です。ね、まあ、この抜け出しもまあ良かったんですけど、その前の対応ですよね、佐野選手のここの対応が軽くこう、ね、前に出てしまって後ろの選手が見えてなかったという部分もあったので、その辺 の、ね、この修正ですよね。ああいうカウンターになった時はああいうランを抜け出せさせないというところもピッチでも、ね、修正する必要があるかなというふうには思いますね。水戸はファーストシュートがゴール、前半はシュート1本でした。まあ、そして 1-0 でエンドが変わりますが、小原が入って、そして中に入ってきた大崎のシュートです。そうですね、こういうふうに後半に入った時には結構、ね、ボールを持てていい攻撃につなげてましたよね。そうなんですよね。そしてこれが58分のシーンです。ここに前田から右サイドバックの村田、見事なコースに決めていきました。いやー、このね、サイドチェンジから、ね、そのシュートですけど、はい、ボールも良かったですね、前田選手からね、ワンタッチでこう打てるような強さのボールで、はい、最高のボールでしたね、これね。追加点は水戸に入りました。まあ、2点を追いかける鹿島ですけれども、中の中へ、そしてこのボールシュートですけれども、松村惜しくもポスト、ね、このシュートもまあ惜しいシーンだったんですけど、その前のところのクロスに対して一人しか鈴木選手が入ってないっていうところもかなり問題あるかなっていうふうに思いますけどね。ちょっとその後に人数のかけ方といいましょうか、そうですね、ちょっと少ない場面が多かったですかね。はい、81分のシーンですが、水戸クロスに寺村、この辺の、ね、対応も、ね、ちょっとこう緩かったですよね。まあ、その前のシーンでキーパーとのお見合いっていうところもありましたし、はい、86分のシーンです。ここで滝田が抜け出してのシュートですが、山口のセーブでした。抜け出しも良、ね、かったですし、この強引の、ね、シュートまで持っていってるところも素晴らしかったですけどね。キーパーとは素晴らしいセーブ、そうでしたね、水戸の山口。そしてこれは90分のシーンということになりますが、途中出場の井上のシュート、これは広瀬のブロックでした。まあ、結局は2対0、水戸はクリーンシート無失点、さらには2得点での 2-0 の勝利となりました。